リンネが、ナガトの隠し場所を素直に話す気はないようだな。あなたが私の前に来ることは分かってた。一つ問う。なぜお前らほどのメンバーが俺を裏切った？渦巻きナルト、奴にそれほどの価値があるとでも言うのか？彼は光だからこそ希望の花を持てる。俺に牙を向けるというのに、まだ暁の衣を着ているとはな。暁は弥彦の作った組織。この衣は私たちの正義の象徴。あなたのものではない。そしてリンネガンは雨隠れの忍び、ナガトが開眼したもの。やはりあなたのものではない。お前は二つ勘違いをしている。どうせ最後だ、教えてやる。何？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そしてリンネガンをナガトに与えたのも俺だ。だから返してもらうと言った方が正しいか。まあいい。俺からすればお前はリンネガンの在りかを知るただの小娘に過ぎ、お前を捕らえればどうにでもできる。うちはの動力をなめるなよ。あなたの言っていることなど所詮眉唾、信じるに値しない。私も長門、そして弥彦も、私たちは私たちの道を歩いてきた。そこにあなたはいなかった。三人で見てきたものこそが真実だ。今となってはどうでもいいことだ。どうせお前たちの道とやらはここで終わるのだからな。道は終わらない。私が終わらせない。平和へと続く道を私たちは最後まで歩いてみせる。いいだろう。ならばその道を守ってみせろ。暁らしく実力でな。戦闘開始。あなたは闇、光のない世界、花は枯れるしかない。やるならばお前も枯れ散らしてやる。いかなる策を用いよう、この俺には届かぬ。あとは暁な。これくらいやってもらわねばな。余裕でいられるのも今のうちだ。今にあなたは私に屈することになる。それは注意してな。あなたのことを熟知して、戦い方、弱点も全て。なるほど。伊達水郷で俺と対峙したわけではないよ。あなたには見えないだろう、ナルトの持つ強い光が。闇の前に勝負あり。少しよ、弥彦、ナガト、もう少しで平和が見える。甘く見ていたな。考えれば元暁メンバーだ、お前も。だが俺はまだ倒れん。さてこれからどう攻める？暁を弥彦に立ち上げるよう仕向けたのは俺だ。そして
リンネガンをナガトに与えたのも俺だ。ヤヒコもナガトも己の考えで動いていた。彼らはあなたの駒なんかじゃない。どんな形であれ己の意志のために戦って死んだ。だからこそ意志はつながっている。あなたに邪魔はさせない。口では何とでも言える。所詮お前もナガトもナルトのザレ言に乗せられただけだ。俺からすれば道化に過ぎん。本当の平和などない。希望などありはしない。ナガトはナルトを信じることで哀れだった自分を慰めたかっただけだ。私の信じる者たちに道化などいない。ヤヒコ、ナガト、彼らの意志は消えない。私もナルトを信じてる。今度は彼が平和の架け橋になる男だと。そして私はそのための柱となる。最後のチャクラを使ってしまったけど、これでマダラは確実に死んだかな。バカな、どうして。イザナギ、光を失うことと引き換えに幻と現実をつなげることができる。内派と戦術、この両方の力を持つ者だけが許される道術。内派と戦術、それは陸道の力のはず。あなたは一体何者。俺は千住柱間の力を手に入れた内派マダラ、二人目の陸道にして今は唯一の存在。まだいろいろと話してやってもいいが、俺も忙しい身でな。話は終わりだ。現実をかけ終わった時、お前は終わる。ナガト、ごめんなさい。ヤヒコ、私リンネガンを言って